フリッパー、ミナキブ配信パート11、やっていきたいと思います。今回もいろいろやるよーってことでやっていくわけなんですけれども、昨日の配信の時にまだ出てなかったこの、何やろ。このね、こちらの方をね、やっていくんですけども、まあ、やってみましょう。一回でか、一応、2周回はしたのでね。では、やっていきましょう。そうですね、あとは、崩壊期になりますかって感じですよね。あと、危ない。救急です。起動。救急やったら大丈夫でしょう。危ないよ。当たりに行ってるやん。よいしょ。どこや。ちょっと待って、よいしょ。おっと。よいしょ。どこ行ったのかい?どこ行ったんですか?よし。救急は大丈夫。救急は、まあ、クリアできると。問題は、上級ですと。50枚。50枚。問題は、上級だよと。やりましょうか。よいしょ。では、上級。あれ、画面が。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいな。よいしょ。はい。あ、ちゃう。よいしょ。はい。よいしょ。ゾーン、クリア。緑。問題はここなんだよ。ここ。おっと、危ないよ。危ないよ。よいしょ。当たりまくってる。よいしょ。あれ、画面が。ちょっと待ってくださいね。あ、ま、やれ、なんでや。画面がおかしいぞ、画面がおかしいよ。よし。あとは、あれなんて言う。消しました、じゃん。あれ。おかしいのか。よいしょ。なかなか、体力減ってない。どうでしょうね。なかなか難しいですよね。よいしょ。どこ行ったの?あっと。フィーバーやけど、ちょっと待ってよ、と。フィーバーですよ、ちょっと待ってくださいよ。危ないよ。よいしょ。よいしょ。おっと。これは、おー、あるわ。
おーっと、どこどこどこにいるんだ。2カウント1カウント、あーっと間に合わない。1カウント0。よしよしよし、体力なんか減ってないような気がするけど大丈夫。わわわ、よいしょー、よいしょーだ、よいしょー、よいしょ、おいしょっと当たるのかい。これがこれがこれが厄介、これが厄介やから壊したいけど、あー、一個壊れた。よーこ、壊れるのが分かったかな。上上上上だよ、上上だよ、よーしよし、あーっと、よいしょ、よーどん、シシーバー、ここで、よし、ダウン、よしよしよし、いよいよ、いよいよ、お、体力、ボスの体力はあと6割ぐらいでしょうか。当たるんですよね、なんでなんでなんで、またやまたや、なんで、なんで壊れないの。ちょっと吹き出し、壊れてよ、壊れてよ、よいしょ、ブレイク、よし、お、オレンジ色になりましたね。オレンジになったよと、おーっと、ちょっと危ないよ、危ないよとか、あと半分かな、ぴったりぴったり半分、いやまだ半分じゃないのか、よいしょ、おいしょっと、おっと危ないよ、あーちょちょちょ、これこうしたらなんか壊れへん、こう壊れない、あーと、下下、一番下、よーし、ブレイク。お、体力あと半分ですね。ボスの体力半分。ちょっと、どこ、あと4個、あと3個、上、あと2個、あと1。あー、上。おー、ちょ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 。え、何が起きたの、嘘だー、嘘だー、まだ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 か、戦力が足らんというのか、でも戦力言っても7000あるけどねー、どう、7000あるのに勝てなかった、あ、何、あー、お知らせがなんか、いろいろやりますっていうのね、これだけじゃちょっとあれなので、崩壊期のね攻略もしていこうかなってこと、動画のパート20、24でこの息の水レベル50をクリアして、さあ次どこ行こうって感じで終わってたんですけど、24はね、今度何がいいかなって感じで、
ですね。なんかそうやな、風でもいいかなって感じですよね。風にしましょうか。風。じゃあこれで風でやるよとか。さあ一戦目。一戦目です。でもやっぱり最初の敵でも結構体力減らへんもんやからな。あとちょっとちょっ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 、あーっとマリアン。どっちゃくダメージ。一回でどっちゃくダメージって。あとってもうだけ大丈夫か。よいしょ。ドンブレイク。5カウント、4カウント、3カウント、2カウント、1カウント、間に合わない。よし。よし、よいしょ。ブレイク。風が、強風が、突風か、どっちや。突風か強風かわからん、風が。吹いてきてますけれども、トップやん、トップ。よし、あれ、ブレイクは、よしよし、ブレイクダウン、ブレイクにダウンを取って一気に攻める、ブレイクダウンを。最初は大丈夫、最初は。よし、じゃあね、これでどうし一戦目クリアと。あと、4戦あんのか。5回そうだから。じゃあ、二戦目。バトル2。爆弾が、ボムが厄介。ボムが厄介だよ。よーし、ブレイク。上。よーし、ブレイク。ボムが、爆弾が邪魔だ。わーわーわー。わーわー。よいしょ、爆弾をどうか。爆弾。ブレイク。あー、ちょ、次は3戦目ですね。3戦目、バトル3。あ、体力回復。あー、ちょ、あー、当たった。結局当たるんかい。おっと、はい、どん。あっ、ちょ、いや、セーフ、今回か、よかった。どん。よーし、ブレイク、シーバータイム。ダウン。よしよし。いけるよ。行くんだ。さあ。あー、いけ。よーし。あっと、危ない。あっと、なんか全部当たってる。18コンボ、24コンボ、36コンボ。
36コンボを倒したら終わりでもいいかな。そうですね。で、今回のグミアキブ配信、グミブ制ですね。なぜにグミブ制にしたんでしょうか、ね、と思うんですけど、1部は、ワールドフリッパーやって、2部は、初挑戦のメモカラというね、機能を使って、カラオケかな、やっていこうと思っています。っていう、なんかことを言っとったら、3戦目終わってもうた。4戦目ですね。バトル4。ウィング、あーとか言って。おっと。危ない。このワールドフリップは終わった後は、メモからやりますと。息を、宣伝をしとく。静かに宣伝しといてからの、あっと、赤がここでは、おっと、あーっと。よしよし。あー、怖いよ。よいしょ。のー、上、上部。上だよ、上。よし、ブレイク。ダウンを取って、よーし。いけそう。なんか、今回、スムーズだよ、とかね。意外と、スムーズにいけてますね。あ、危ない。じゃあ、ヒーバーの、あ、でも、ダウンか。よし。よし、ダウン。またもや、ダウンを取って、さあ、スター。もっと、さあ。よし、どこで、ちょっと、ようなし、またブレイク。これで倒せたはず。よーし、4戦目クリア。さあ、最後の5戦目。最後の5戦目。5戦目。でしたね。息ってね。カウント息ってない。ああ、え、7000、ちょ。いきなり7000ダメージくらい。え、何や。怖いとか言った。いきなりやったから、びっくりした。もうこれ、簡単に勝てると思っとったのに、ちょっと7000って。ああ、でも息が、よーし、ブレイク。よーし。トップがあまり、4、3カウント。よーし、ブレイク。7、6カウント。5カウント。4カウント。3段ブレイク。よーし。なんで、3カウントとか2カウントとか言うの？普通に3、2、1ぐらいでいいかなとか思ったりして、なんか、謎にカウント制が。謎だよ。危ないよ。スキルプラス。ちょ、はまってます。おーし、ダウン。よーし。ドン。お、勝てるよ。いけるよ。いけるよ。あともうちょいだよ、とか言って。よいしょ。はい、ドン。ドンとか。よーし、ブレイク。あー、ちょっと飛びすぎたか。いける。よーし。前の、水と比べたら、比較的簡単にクリアできました。よかった。いやー、お。うわぁ。何これ。15回自身が、直接攻撃するたび、海賊属性のキャラの攻撃力プラス 2.5%、最大 25%。30コンボするたび、計10回まで自身のスキルゲージ 5% プラス。おー、ん？ 5%？ うん、5、プラス 5%。よし。いや、風もね、2がね、出てきました。
いやじゃあ次の配信か、動画撮るときはまたね、このどれかの、あと火か雷か光か闇のね、どれかを攻略していきたいと思います。というわけで一部はこれで終了しますと。一旦枠じゃないわ、配信止めてまた次の配信に移りたいと思いますので、ミラキル配信の枠はこねて、じゃあミラキル配信じゃない。ワールドフリッパーの枠はこねて、一旦終了ってことで、一旦、撮ります。ありがとうございました。